やってるチャンネル登録者日渡さん、すごいじゃん。えげつね、まあ、当然だな。伸びましたね。当然だなじゃないんだよな。なんだこいつマジで。やべえ、一番やべえだよ。え、配信始めました？始まってる。これだ。はいはいはい。じゃあちょっと待ってね、ツイートします。まあ、二次会始まりました。何食ってんだ今。スイッチでしょ。あ、何スティック？ゴマスティックでしょ、さっきからずっと食べてる。二次会始めましたので、なんで朝まで行けるよこれ。興味のある、朝までは無理だぞ俺は。どうぞ、仕事あるからな。なんだお前、社会人ずらしやがって。社会人だっつうの。ふざけんなマジ。これどうなってんのこれ。放送的に知らんよ。配信してはいるけど。ちょっと待ってね。あー、ラビットさんもお疲れ様って言ってくれてんじゃん、回答も。お疲れ。あー、ちょっと待って、見れないんだ。みんなお疲れリプ来てる？ちゃんと返せよ。あー、来てます、リプ。重要だぞ、重要だぞ。はい。ちゃんとそういう営業してけ。営業っていうか、ちゃんとみんな返してけ。ほういで返すんだよ。ヒューガさん、お疲れ様でした。ソーブラさん、お疲れ様でした。ロキさん、お疲れ様でした。アキラノさん、お疲れ様でした。アヤト、お疲れ。クトゥルフさん、お疲れ様でした。ラビットさん、お疲れ様でした。レナード、お疲れ。配信 URL どこだよ。何？配信 URL 貼ってくれよ。あの、配信行って貼りましょう、貼りましょう。あの、コピーピーコピー。ツイート。それはわかる。二次会やりますツイートぐらいしてくれたの。あ、でも僕一応しましたよ。あ、マジでありがとう。二次会やりますだけ。あ、もういいよ、じゃあもうショーの方から行くよ。ごめんね。ごめん、俺あんま記憶が残ってないわ。悪いな、この出来男だよ。本当にね。まあ、もういい。ね、こんなに行くと思わないやん。皆さん聞こえていますでしょうか？今5人。名前まで。5人視聴中らしいですが、皆さん聞こえていますでしょうか？はい、9人になってよ。ラビットさん、こんばんは。はい、こんばんは。カメリー。あさん、カメリエさん。あ、カメリアさんです。カメリアさんね、ごめんなさい。ちょっとごめん、間違った。あたらは英語読めねえからな。うるせえ。はい、ザコー、はい、ザコー。発音の問題じゃ。はぁ、なんでこのツイート送信済みなんだよ、クソが。はいはいはい、ライさん、こんばんは。クルスさん、こんばんはって感じ。ライさんね、今回初めて来ていただいて、ありがとう。ライさんもいただいてありがとうございます。ねえ、ツイートできない、なんで。はぁ、何がだよ。あのね、もうこのツイートは送信済みですってなる。なんで？なんでさすがにそれは知らんよ。2時間始まったっぽいツイート来たから、そのままやろうぜ。あ、やった、よっしゃ、できた。あの、ラビットと、はい、酒飲みライさん、マナイライ、主店ライさん、漢字読め何？酒飲みライ声優だろ、漢字読め、あの、主典同士から読め、ちゃんと。ライさん、ラビットさん聞いた、マナイ、ザシックトゥフルフ。主典さんも結構お酒飲んでる方として、そこだぞ、言っとくけど。知らんがら、ね。知らんがらじゃねえんだよ、知ってる。めちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃお酒飲まれてる方ですね。あと、ザシックトゥフル。この間なんか、何でザシックトゥルフを紹介させて。あ、そうだ、まあいいや。はい、何ですか。ザシックトゥルフは、日渡りあそこ小三勢だから、ザシックトゥルフ。あ、そうなんだ。うん、言ってきたい。多分僕より子さんですよね。でもそんなことしたらマナイさん俺の。あ、ちょっと待って、途切れた。途切れた、ね、今。マナイさん途切れたの。ごめんなさい。あ、もういや、知らない。いいよ、もうさっき言ったから言わない。じゃあ、レナードを紹介しようじゃ。はいはい、はい。じゃあ、レナード紹介する。レナード、はい、なんかカフェイン系の動画をよく上げてる。かしこまりましたー。なるほどね、なるほどね。っていうのは、エナジードリンク的なものが好きな方でございます。うん、そうそう、エナジードリンクの焼酎割りが好き。あ、早く、あれです、何でしたっけ、ハイポーション作ってくださいよ、動画で。うん、いや、でもね、そういうエナドリ系だけじゃなくてね、はい、なんか音楽の感性でね、ちゃんと近いものがあるから、結構ハードコアとかね、クラブミュージック好きっていうのも、ね、言われてましたね。ちょっとね、そういうところもというか、期待してるからね、よろしくお願いします。はいはいはい、ね、レナードさん、早く。俺の方がレナードそんなこと知ってっかんね。うまいぬっぽい、マスクつけて、早く、実写で、なんか、てみたいな BGM つけて、早く動画作ってください。ハイポーションの動画待ってますよ、おじさんは。やばそう。はい、で、飲むだけだったら俺行くから。あ、何？あ、何？飲みに。ハイポーション飲むに。ハイポーション。
ああいいよ、なんか飲んでるから。僕は嫌だ、僕は嫌だ、絶対嫌だ。いや俺あのリアクションには定評があるから。ああなるほど。ああまあちょっとっていういい感じの、プロだからね。どうなんだろうね。プロだからね。ほらハイポーあかんって言ってるやん。ハイポーあかん。でもなんかさ前なんかリップでそんなこと言ってませんでした。ねえねえ聞いてますよ僕。いやでもハイポーは寿命縮めるからな。黒田は僕のなんか罰ゲームをめちゃくちゃリツイートしやがるクソ野郎なので覚えなくていいです。ラタさんは素晴らしい絵を、あなんかね、好き好きちっちラブゲームを、あラブゲームか、なんか動画をめちゃくちゃリツイートしやがって、こいつ。ああ、まあなんか、それをさ、そもそもツイートしやがってじゃないんだよ。はいはい。自業自得。自業自得感はあるんだよ。そうだよ、自分で広めたんだからね、そう。なさい、ちゃんと。昼来ないと思うじゃん。そんなわけないんだよ。読むの11時だよ、11時じゃんか、ツイート見てるやついねえだろって思うだろ。いや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 。8月だよ、8月。あとラビットさんは新人の、なんだっけ、じゃあ、怪盗系 VTuber。怪盗の方だね。うん、の、やられていまして、声、イケボですよね。ね、めっちゃ良かった、正直。絶対僕よりイケボの人なんで、まあ、チェックですね。まあ、俺ほどじゃねえな。いやいや、アスカより上だから。だとこら、ラビットこら。勝負しようじゃねえか。声はそんなね。殺意ムンムンやんけ。殺意。いや俺よりいい声のやつ全員これプロデビューできるからな。確かに一理ある。あそうですね。早いとこう声優さん全員。いや声優全員マジナンバーワンだからな。いやもうナンバーワンだから、ね、ナンバーワンを引き出す、ね。声優全員ナンバーワンは草しか生えない。狂気でしょ。怖すぎ。あはい、ということで、今回、はいはい、二次会はですね、まあ、一次会もまあフリーではありましたが、フリーってもんじゃねえんだよ。いやいや、俺、司会ちゃんとしたから。してねえから、お前が一番だから。お前が一番やべえから。僕とあたらめっちゃ頑張ったよ。だからあたらめっちゃ頑張ったよ。ショーも頑張ってたけどね、正直、俺ら二人は頑張ったよ。視聴者のみんなもね、というか多分ですけど僕がさあれですよね、サイコロトークやりましょうって言わない限りサイコロトークやらなかったでしょ。ずーっとね雑談してたよ。でもさなんであのねグダってはなかった。グダってたよ。十分グダってんだよな。いやそこはちょっと視聴者のみんなに聞いてみよう。じゃ待って、はいはいはい、死に場はなかった。なんて死に場はなかったよ。あまあね、そうなんか変な無言とかはなかったっていうのは。それは俺と翔が頑張ったとこもあるから。すげえお前日渡り飛鳥が頑張ったんだよ。いやいやいや、そこはねリスナーのみんなに聞いてみましょう。日渡り飛鳥が頑張ってあのこの場を作ってたか、俺と翔が頑張って、うん、あの飛鳥の方をしてたかっていう、俺って言っちゃった。そしたらね、うん、そうそしたらみんなね視聴者の声だよ、はいはい、そうですよ。アスカもさすがにそれは反ねえ、あの反抗したりしないでしょ。いやお前、うん、あたらお前視聴者に金渡してんの分かってるからな。どの経由で与えるんだ金を。あーちょっとあーマナイさんに呼ばれました。またバレてるかな。マナイさんに、アルバートさんとアタラさんが頑張ってたって言ってますよ、うん、レナード君も。おいおいアスカ、配信したろ。みんな頑張ってた。まあまあまあみんな頑張ってたね。それは間違いない。まあね、まあそれは違いないですね。うん、まあそれは認めましょう。うん、まあみんな頑張ってた、ね。めちゃくちゃまあ頑張ってらっしゃいました。そうそう、みんな頑張ってたよ。準備の段階からね、まあいろいろ後者って何、うん、後者ってどっち？僕らが頑張ってた。言っとくけどお前台本作ったの俺だからな。台本通り言ってねえだろうが。台本生かされたら何パーセント？あのな、台本公開してもええんやぞこれ。やめろー。台本公開してええんやぞ俺は。ね、ツイッターに公開してええんやぞ。ね、俺とショーはいくらでもね出るとこ出れる体制だからね。個人だからな、こっちは。こっち企業やぞ、潰すなんて簡単やぞお前。くさ。いやいやいや、個人のね、あの身軽さなめたらあかんでも、うんうん、まあね、この3人がね全員1人でもかけたら成り立たなかったというのはもちろん間違いないです。確かにね、うん、いやレナードが言ってる、この3人だからこそ頑張ってたって言ってる。あっそう。あプロジェクトシャベル公式さんごめんなさい、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。すいません、ごめんなさい、すいません、怒るんだったらアスカ怒ってください。僕ら本当は、僕ら頑張ったんですよ。ごめんなさい。僕らね、アスカにさすがに言うと頑張ったんですけど、声優として、まあ、ちょっと、VTuber で声優として、黙れ。プロレックサブル公式は、頑張る。
頑張るゴンボルーじゃないんだよ。これでメンツ当たった、メンツ当たったよ、これで立ってないんだよ、ほんとごめんなさい、ほんとあのね、あの多分ですけど、あのアーカイブ上がると思うんですけど、見ない方がいいかなと思います。あーちょっとね、あじゃあ先に言っとくけど、あのあんまりね、あのアスカにあの重い処罰だけは与えてあげないでください、うん、そうですね、まあ、初回っていうこともあるんで、多少ちょっとお目こぼしいただけると、あと思った以上に酔ったっていうのもございますので、お酒の意見もあったんでね、はい、多少はね、あの本人もこんなつもりなかったと思うんで、はいはい、もしよかったらちょっとね、あのご一行いただければと思いますんで、よろしくお願いします。これで反省してます。はい、反省してますじゃねえんだよ。お前は黙ってろお前はもう黙ってろ。お前黙ってる。いや、しばさん、はい、ほんとすいません。本当に誰が来た、よかった。こんばんは。はい、もね、はい、こんばんは。はい、はい、はい。もしよかったら、ちょっと今後もね、こういう配信あるかもしれないんで、ちょっとお見越しいただけると、ありがたいかなと思うんで。もうちょっとだけちゃんとしますので、はい、はい、はい。すいません。本当にちゃんとしますので。はい、すいません。よろしくお願いします。はい、40人も視聴しに来るなんて初めて。いや、お前は黙ってる。お前は黙ってる。誘導します。ちょっと待って、今、あ、24人が聴取。あ、楽しんでください。ありがとうございます。本当に。あのね、あの、日渡りさんには、あの、ダメなところ、ピー音入れさせますので、絶対に。それは絶対に入れさせますので。アスカはちゃんと後で頭下げるよ。お前、ピー音入れると思ったら、大間違いだからな。やめろ、やめろ。ピー音はいいから、公式に頭下げとけ。とりあえず、後でな。はいはい。じゃあ、今、謝っとく。ということで、まあ、公式トークは、まあ、ここら辺にしましょう。まあ、そうだね。はいはい、謝るのはね、もうなんか、配信が。まあ。いやいや、今謝っとく。今謝っとく。いいよ、二次会だから、もう、あとは楽しもうぜ。そうだな。スノーさん、こんばんは。一言だけ言わせて。一言、はい。プロジェクトシャバジさん、本当に、申し訳ありませんでした。まあね、あのこれをもってね、ちょっとみそぎとしていただけると本当にありがたいかなと思いますんで、僕からも本当に申し訳ございません。はい、ちょっと楽しかったっていうのもあってね。すいません、あのおじさん同士ちょっとはっちゃけすぎたんで、はい、すいません。もしよかったらね、ただね、あのおじさんもね、あのバーチャルユーチューバーないし、その声優としてのね未来も担ってると思うんで、よかったらね、お見こぼしいただければと思います。フューチャーになってっから。いいよ、お前は黙ってろ。お前の言うことじゃないんだよ。この扱いね、この扱い、はい、公式だというのに、この扱い。楽しく行こうっていうね。はいはいはい。はい、ということで、まあ、二次会はね、まあ、さっき以上にフリーにしたらやばいんですけど。いいからさ、左上のこれ消そう。左上のこれってないよ、もう。使わないでしょ、サイコロトーク。ああ、サイコロトーク。いらないでしょ。なんでいつまでお前だけできんねん。プロジェクトシャベル公式草は、草は草だよ。草じゃない。草に草だよ。草って打つよ、俺も。草に草だよ。何これ、どうやって消せばいいの。OBS からプロの、なんだっけ、削除しなさいや。ソースの、まあ、なんかソースのあれを消しなさい。その前にしゃべる公式さんがなんかディープな話を期待してますみたいなことを、あのリプというか引用リツイートとかで飛ばしてくれてましたけど、ディープどころじゃねえんだよな、どころじゃない話が、飛び出してまいりましたんで、完全に霜だったり闇だったり、こいつの話がさ、ダメでしょ。闇が深かったので、闇も霜もやれ、あんま覚えてねえんだ。あ、もうダメだこいつ、うん、それはね、あのなんだっけ、ウイスキー、ウォッカ、そうそう、ウイスキー40度ぐらいのやつ飲んだらそれはダメ、ストレートで飲んでるもんね、あ、これどうやってアバターを動かすの。いいよ、あのサイコロは消せたからもうそのままでもいいよ、無理しなくていい。あと、あれだね、むしろ、え、何、まあ二次会はもうちょっとなんか、あの次回よ、思います。これ聞こえてる、僕の声。聞こえてるでしょ、多分。聞こえてないっていう声がないから。そうそうそう。まあ、画面に何か起きてもね、なんか朝から死んでるなって思って。そうですね。そうそうそう、覚えてない。あ、動かしてんだ、今。背景が動いてるの面白い。背景が動いたが、ちょっと舞台裏話をすると、はいはい、ちょろっと言った、さっきのわけでも言ったんだけど、この、ディスコートの会話始まる前に、アスカとショーは、まあ、事前テスト配信見たのよ。はい、アスカだー。そうそうそう。いいよ、お前黙ってろ。うん、うん。で、なんか、ちょっとね、仲良くなってて、で、そこに今日、自分が、入り込むっていう形になっちゃって、まあ、ちょっとなんか、不安というか、うん、まあ、うまく打ち解けるかな、みたいなところ、ちょっと個人的にあったんだけど、はいはいはい、まあね、蓋開けてみたらね、池尾じとバカだったんでね。そうそうそう。バカ。いやー。We always love you. あんま気にする必要なかったなっていう、ちょっと気優だったっていうね。なんか居酒屋配信としては大成功っちゃ大成功ある意味趣旨には合ってんだよな。
いやいやいや、本当ありがとうございます。あすかさん喋るためにお前は黙ってろって言われるのが、いやいや、喋らせて喋らせて喋らせて、なんで喋らせて喋って、俺結構なんかね、結構居酒屋配信見てきたけど、うん、VTuber の、うん、一番ね、はいはい、酔ってんなって実感すんだこの配信だよ。おめえが酔ってるだけだ。まあね、あの、何でしたっけ、夜たまりとか、はい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 、あとなんだっけ、なんかまあいろいろありますよね、なんか酒飲みコラボみたいな、それこそなんか大規模でやってるのもあるし、この配信でしょ絶対、この配信っていうか、うん、あの日渡り明日香だから確かに一番酔ってるのは、いや一番思うだね、飲み配信で酔ってねえとか一番つまんねえんだよ。まあね、あまあなんだろう、普通の配信だったら普通なんですが、高校生にも酔ってるんだよ、ね、うん、いやいやいや、ここで俺が一番酔ってるって思われたのはこれプロの技、はいはいはい、まあ確かにプロの技ではないが、うさんくせー、本音なんだが 90% うさんくせー、あとね見てる人もね、あの、うん、いっぱいお酒飲んで酔いましょう、いっぱい同じく、うん、飲める人はね、まあ、でもコメントできる、コメントできる程度に読んでくださいね。まあ明日に支障のない程度にね、お酒飲んだりジュース飲んだりしていただけると、まあおじさんたちは嬉しいかなーって思います。割と多分あれですからね、社会人の方も多いでしょう、ね、まあまあいるでしょう、まあ、そうでない方もね、まあ見てくれると助かります、うん、おじさんもね、おじさんっていうか、まあ俺もねっていつもよりはちょっと酔っ払ってる気味ではあるから、酔いすぎてやべえ、ラビットさん大丈夫ですかこの真ん中のくすべきやつが酔ってんだよ。やっぱね、オンラインじゃダメなんだよ。なんでそこまでオフにこだわるの。なんか言うんだよ、オフでこだわる理由があるんだよ、うん、あ、そう、あの帰り人の寝落ち配信最高だったんだよ、そこ言うんかお前は。あ、でもあれ、まあ、分かるけど、分かるけど、ウーロン茶追加しました、ありがとうございます、はいはいはい、いいよ、はい、ありがとう、ジュースもいいね、うん、ね、だからね、なんか一回ウーロン入って飲んでみたいな、あすっただーって言ってる。いやいや、この飲み配信寝落ち配信とかやるとね、バズると思うんだよね、うん、俺は。いいよ、お前だけ寝てろ俺らリスコだから落ちる。あのね、でもね、僕の家来るっていう話をオフでしてましたけど、まあちょっとね、ありあのね、あのね、シングルベッドしかないんだわうち。あ、いいよ別に、あの、ゆかれたもんね、シングルベッドにおじさん3人が並ぶと草しか生えないんだわそれはちょっと事案だなで、俺真ん中やだけど、多分なんですけど、僕一番若いんだわショーが真ん中でいいよ最悪なんだよな、俺ショーの前でいいから、僕一番壁側がいい。いいよ、いいよ、一番壁側アスカでいいよ。壁側だって落ちないじゃない。あー、なるほど、3人並んで落ちないんで、いいじゃん、じゃあ、俺、ね、床側でね、一人でね、すやすやしてるからいいよ床側？そうそうそう、ベッドから落ちて、ね、床で見るから、はい、ベッドで寝ましょう。はあ、落ち着いた。オフコラボね、まあ、うん、どんだけ怒涛の勢いなんだよ、マジで。僕の家来るなら、掃除しないとダメだな。今なんか、まあまあ、その辺はね、その辺はまあ、若干夢物語的もありす、うん、できたらいいかな、みたいな感じで。まあ、先の勢いで話してる感じでございます。まあ、どっちかっていうと、第2回の方が、個人的にはね、気になるから。第2回誰くんの、あたらさんが声が高くなってきたぞ、ね、あちょっとね酔いつつあるから、第2回ね呼びたい人っていうか、あのなんだろう、結局俺が来られない可能性はあるじゃん。まあそうですね、一応合わせようとはしますする予定ではありますけど、けれどもみたいなところあるから、うん、中でもね、あの、うん、まあ、一緒に喋ったりとかでも見れなくてもいてくれた方が面白い人、いくらかいるからね、その中で。俺あいつ呼びてんだよ、うん、どれどれ、しずき、しずき、ああ、はい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 、僕の動画にもちょっとコラボしていただいたりしましたね。そうなんだ、へえ、なんかあの何でしたっけ、少佐の演説っていう動画あげたんですけど、あの動画のクリーククリーククリークとか、そのあたりの音声をあの依頼というか、なんかやってくれるみたいなこと言ってるんで、やるやん、じゃあやってっつってお頼みいたしまして、いいじゃん、うんうんうん、結構あれでしょ、呼びたいのは、うん、ですね、おじさんじゃないんですけど、あのさっき見に来てくださってた宮田晩さんとか、うん、あー、うん、はいはいはい、はい、まあそれこそ無のあのなんだっけ、賢者アルトリートさんとか、ね、なんかウォッカで、うん、なんかウォッカ無の剣のあたりの、はいはいはい、と言って出しちゃったので、うんうんうん、あの辺もなんかおじさんになんかイケおじに興味、言うてもさ、イケてる感じじゃん、うん、っていうか、あれですかね、あの、うん、アルトリートさん割とおじさんですからね。アルトリートはね、はい、リートは取っちゃったけども、はいはいはい。アルトリートはね、って。いやいや、こっち側の人でしょ、正直。ええ、絶対おじさん側の人なんで。いけるいけるいける。うん、まあ、レギュラーはどうかわかんないですけど。宮田、宮田さんもね、宮田さんもね、なんか勝手にヒゲ生やしてたけども、こっち側の人と思うよ。ええ、ぜひ。そうそうそう。いけるいけるいける。うん、なんだろうな、レギュラー化はわかんないけど。全然ゲストは全然あり。うんうんうん。
なんか岩谷さん言いました今。いやいや、ヒゲ生やすなら俺らに許可を申請しないといけない。はぁ、はぁ、あ、まあね、僕たちがおじさん、おじさん、あの、うん、なんて言うんですか、おじさんの、まあ、もう最先端と言ってもいいですか、ね、今回ね、言うて、池おじっていう形でね、おじさんコラボ、初めてグループ、うん、グループじゃないんだけども、そして示した形になるのかな、うん、割と、やばい、日渡り、ちょっとヘルニアがきつくなってきた。いいよそんな話は知らないよヘルニアの話は。もうちょっと寝っ転がったらどうですか。そう、ちょっと寝っ転がるわ、うん、ちょっと待ってて、いいよもうぜひぜひ、まあ、寝っ転がってマイクモフィしてろお前。賢者は叫んでるイメージ、そんな、そうなんだ、叫んでますね、そんなに、うんうんうん、まあなんかこの間タケノコキノコ戦争でめちゃくちゃなんかリプじゃないな、なんていうの、そうだね、タイムラインで見ましたけど、うん、こだわりがあるようで、まあなんか飽きたって言ってましたけどね、昨日そのあたりに。この3人でイメージ固定されました。いやや、めた方がいいんじゃないかな。アンさんがね、ちょっとあのやっぱり、うんうん、はいはい、忙しいというか、ああなるほどね、そういう形のね、はいはい、まあイメージを固定してしまって、あたらいねえじゃんけクソがっていうことにもなりかねない。ごめん、いきなりハーとか言っちゃって申し訳ない。ハーってなんだ。いやいや、いきなりあたらのイメージが固定されてたじゃん、ハーとか言っちゃったけどさ。マイナス効果だったそれなら永遠に叫んでる、はいはい、6月にあった、あーそれ知らないですね、ほう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 、多分僕がまだっていうのデビューする前の話じゃないですかね、うんうんうん、それそうだ ね言うてね、俺もね、大先輩、あ、まあ、大配信始めたのが6月下旬だから、あれはちゃんとチェックしておかないとね、うんうん、たまにはねこの3人で集まってっていうのもやりたいですね。あのなんだかんだで面白かったのだからね、はいはいはい、うん、楽しいですねこれ。ショーが思ったよりちゃんとしてるね、あの場の仕切りもできる人だっていうのは分かったし、いやいやいや、アスカがね、あの思ったよりクズだったっていうのは思ったよりバカ野郎、一番俺が仕切ってんだろうが、思ったより、思ったよりジャンキーだったっていうのはありますね、完全に一人だけ離脱してっかんな、マジで話から、うんうん、まあということでね、まあ次回以降も絶対ありますので、うんうん、まあちょっとねこれは二次会なんでそんなにあれですけど、まあ正式なあれはあれだけども、うん、今月から来月かぐらいにある、正直、ま、多分1ヶ月1回ぐらいのペースで、うん、まあ、まあやるかもしれないぐらいの、主品はショーだからね、ショーの気分次第だから、そうだねー、ね、アスカには配信だけやらせるぜ。あのもしも、あの、ね、もしもですけど、あの、うん、あのアスカ以上のつよつよ PC おじさんですから、はいはいはい、あのその人に、ああはい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 、配信ホスト任せて、アスカはね、あのコメント用意に、ふざけんなお前、ちょっとアスカ酒飲んでコメントで盛り上げてよって、冷やかしてよって言って、ね、声優でしょって言ってうまく冷やかしてよって言って、そうそうそう、次はお前声優の醍醐味は声質だろうが、今日発揮できたそれ、いやいや演技力で言うなら俺が一番うまかったと自負しているよ。いや、演技力はいいんだけど、今日ちゃんとそれを出せた？え、いやいや、俺、企業税やぞ。あ、出た、企業税マウント。はいはい。マウント取んな、マウント。そしたら俺もね、星チルだから、あのね、可愛い女の子に生み出された。いや、女子って言ったら、お前、ユリクサリオン可愛いぜやろうか、お前。あー、可愛いな。リオンさんも可愛いのは分かるんだよな。リオンさんも岡さんも可愛いんだよ。つよつよ PC おじさんいたらアスカさん暴走しそう。いやーどうだろうな。でももしかしたらですけど、つよつよおじさんになんか萎縮しちゃってあんまり暴走しない可能性もある。ワンチャンね、うん。ワンチャンそういうところなわきまえちゃう可能性はある。プロだからね。わきまえるからね。うんうんうん。本当か。わきまえてねえから一時間あんなになってんだよ。あんま記憶がないから覚えてない、ね。リオンさん、うん、僕いつも見てますよ。ね。うん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 。あのあれですよ、僕が通知オンにしてる人うちの一人なんで、あすごいじゃん、ていうかあのしゃべるのみんなは多分全員ツイートオンにしてるかな。嘘つけよお前、しきさんはオンにしてねえんだろお前、してるわ。なんでそこでしきさんでしきさん出てくんだ、しとるわしきさん、ていうかしきさん割となんか僕割となんていうの一番早い、知ったの割と早かった気がするんですよね、ディレクトしゃべるの中でも、うん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 、まあなんか、もしかと思ってたら、一番欲しかったような気が。
もうリオンさんちゃんとフォローしてた草しかねえ、びっくりした、うん、フォローしてるなと思ってめっちゃ不安になって見てたら、うん、フォローしてるし、まあ、フォローされてる、こういう時にね、なんか実はフォローしてませんでしたごめんなさいみたいな、なんか気まずい、超気まずいじゃん、超気まずいじゃん、それよかったよかったよかった、ありがとうございます、いやいやいや、こちらこそ、というかもしよければね、うんうん、ショートね、まあ、これからも仲良くしてやってくださいという感じですよ、うん、ね、シャベルと一連卓勝一連卓勝は怖えな。あれだぞ、お前、まあね、プロジェクトシャベルは本気で有名になりたいやつを募集してるんでね。おうおうおう、それは分かる。あとワンチャンあるぞ。うん、あ、まあ有名になりたさで言ったら、まあ、あの VTuber なんかやってる時点で若干あるんですけど。へえ、すごいな。ショーもそうなんだ。まあ、なんて言うんですか。まあ、なんだろうな。うんうんうん、お金は稼げなくてもいいけど、はいはいはい、はい、いっぱい、まあ、見てもらいたいし、あの、繋がりたいみたいなところ、うん、なら配信やれよって話なんですけど、どう、そこダメだね、正直の方が、ね、うん、僕の方がイメージ的にはあるんですけど、はは、今の流れ的に動画強いのは多分好きだと思う。そうかな、うん、僕あれなんですよ、昔からなんかニコニコ勢で、はいはいはい、ニコニコのなんかそんなに編集されてないけど頻度は割とあるみたいな、はい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 、とかをよく見てたんで、そういうのに憧れてるんですよ。いや、それはね、多分経験として強いと思う、正直。今ね、VTuber って数が多くなって、配信の頻度は高くなって、そうです、ね、結構間延びしちゃうから、その短い時間で、うん、あのキリッとした動画出せるのは本当に強いと思う。キリッとしてるかどうか微妙です。大丈夫か、それは自信持ってやっていけばいいと思う、うん、いいと思う、まあそこら辺はね、頑張ります。アスカ大丈夫、逆にね、アスカはもういいよ逆にね、俺がね、結構配信、はいはいはい、まあでも配信の方が伸びる、僕なんかニコニコ生放送が生まれる以前に配信してた人間なので、はいはい、あ、マジですか、すげえ、すげえ最高の人間だから、最高だな、それは。僕は配信はめちゃくちゃもう慣れてるから、いくらでもやるの。あ、すげえ。ただ逆に動画の編集ってなると、はいはいはい、まあ、まあね、過去ニコニコにちょっと上げたことあるんだけど、うんうん、まあ正直今だったら一から勉強し直しみたいになっちゃうからちょっとね、ディスアドバンテージなんだよねっていう、うん、まあ僕も編集雑ですからね。いや、そんなことないでしょニコニコって、あ、ニコニコって言ったらあれですけど、うん、ニコニコって割となんか、まあまあまあ、配信、あの、なんて言うんですか、編集雑で、うんうん、コメントとの、まあまあまあ、ネタの鮮度とその連携っていう、楽しみにするみたいなところあるんで、うんうんうん、そういうのがね、あの YouTube なのにやっちゃうんですよ、僕が。ああなるほど、ただね、はいはいはい、ニコニコ最近潰れつつあるからね。まあね、あれは、まあ、言うても、でも最近逆にちょっと不条気味ではあるけど、的には、まあ、VTuber さんが、うん、VTuber さんがあの活動し始めてニコニコもちょっと盛り返したかなっていうところと、ね、あとなんか新しい風がね、なんか、なんだっけな、ね、投げ銭に、投げ銭、まあ投げ銭にとか投げ銭ね、が投げ銭があの、うんうん、まあ追加されるっていうので、うんうんうん、まあちょっと盛り返してきたかなっていうのもあって、ただなんか大手のゲーム実況者さんをちょっと追い出しちゃった形になっちゃったかな。まあ追い出したっていうか、どっちかっていうと、その、うん、ニコニコよりも YouTube でやる方が利点で離れちゃったから、あ、でニコニコが新しいその風吹き起こして、まあ、ちょっとこっちに魅力あるよっていうのをうまくいけたら、ニコニコまだ活動の目はあると思うから。そうですね、ニコニコは僕、あのコメントが流れるっていう方式が、めちゃくちゃ好きで、割とね、そうなんだよね、あるあるある、そうなんですよ、目に見えて面白いからね、で、うんうん、嫌いじゃないからね、うんうん、最古の人間を最古の人最古の人間やば、文化はね、消したくないよね、うん、あー、ちょっとわかる、うん、そうです ね結構ね、うん、配信とか動画文化もね、長いからね、うんうん、さっきのやらないかの歌の時もそうだけどさ、はいはいはい、YouTube だとさ、あの、まあ、流れるだけで弾幕が、まあ動画と音声流れてしまうみたいな。そうなんですよね、弾幕っていう文化いいですよね、あれ。ワンチャンそのなんかあの弾幕天才動画みたいなのあるじゃん、うん、ただそれもリアルタイムではないじゃん。そうなんですよね、それをニコニコで見ると、うん、もしかしたら今この時点で誰かコメントが聞こえてるかもしれないと思う、かなりね、楽しみがかかってくる。そうなんですよね、そう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 、なんかよくあるのが、ニコニコで今見てる人いる、はーいみたいな、あー、ちょっとね、あのノリもありますけど、結構面白いんだよね、うん、面白さもわかる、面白さの一つですし、うん、なんかコメント同士での慣れ合いっていう、うん、まあ慣れ合いっていう言い方はあまり良くない、いや、まあ慣れ合いでもいいと思うよ、うん、正直、ね、間違いじゃないから、のもあるんで、そう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 、そもそもコメントからネタが生まれるとかよくあることで、どんどん派生していくのがね、あんまりないんですよね、それが。まあね、一つの動画があってそれに対してコメントを言うみたいな、うん、
コメントがあるからこそみたいなのはない、ね、うん、で YouTube の悪いところはさ、はいはいはい、配信者と視聴者の間に壁があるんだよね。まあ、YouTube で YouTube の笑い悪い話を。あ、じゃあ次ニコ生でやります。いや、あるだよ。いや、まあね、うん、あのタイムラグはちょっとあるから、どうしてもそのリアルタイムで拾えないっていうのはある。今日アスカって遅延モード、超低遅延モードどっち？いや、遅延モード、低遅延、うん、低遅延が雑談だったら超低遅延でもいいかもしれない。そうですね、それぐらいが。ゲームやんないんだったら超低遅延でいい。あの、つべでニコニコの話がおもろい。ああ、何、うん、何だ、言ってきていい、いいよ、早い、行ってこいよ。なんで俺に聞くんだよ。なんで俺が知ってるんだよ。あたらパパあたらパパ、後で行シーシーしてらっしゃい。まあ実際多分一番年上なんだよな。まあいいよ、別に俺が仕切るでもなんでも。あー、でも確かに、あー、そうですね、リアルタイムの反応はね、本当にね、うん、やっぱりこの視聴者とのその触れ合いっていうのが本当に一番 俺は重要だと思ってる、うんうんうん、だからあの正直こういうコラボってあるじゃん、あで、ね、あの俺とショートアスカで盛り上がっちゃうじゃん。そうなんですよ、こうなるとみんな置き去りになっちゃうっていうのが、うん、あのどうしてもね、あの残っちゃう、頭の中に残っちゃうから、極力コメントは拾いたいと思ってることは理解してもらえると嬉しいな。あ、っていうか、なんか最近あれじゃなかったでしたっけ、アカウントなくてもニコ生見れるんじゃないか。ああ、らしいね、確か。うん、なんか最近の、うん、進化がね。そうなんですよ、ニコニコの悪いとこって今までの悪いとこなんですけど、ねえ、本当にね、代表変わって代表会見されてはいるから、アカウントを使わないと、うん、アカウントを作らないと YouTube みたいに見れないんですよ。やはりおじ、トイレが近いのか。あ、そうそうそう、僕そんなおじさん、この、うん、僕そんなにおじさんじゃないんで、クソでかいやつがね、これトイレ近いやつだからね、うん、あの、あ、トイレクソでかいのはいいんだけど、俺とショーの画面比率違うのもちょっと面白いんだけど、はいはいはい、ショー顔ちっちゃってなる。確かに、うん、ちょっと面白い。顔ちっていうか、ちょっともうちょいバランス整えてやれよって思う。頑張ってよ。うんうんうん、アスカさんでけえな、なんだあれ。一人でけえのはもういいよ。のとかね、正直ね、割と嫌いじゃないんで。そうですね。まあなんか YouTube でも一応はなくはないですけどね。なんか何でしたっけ。あ、でも僕ちょっと嫌なのが YouTube で、いやー、これこれこれ、いいよ、うるせえ。はいはいはい。なんか何でしたっけ、うん、これこれな人ファボお願いしますみたいなあるじゃないですか。ああ、ね、外部誘導的な感じ、んというか、なんですか、なんだろうな、例えば、うん、あの高所恐怖症の人ファボあのないいねお願いしますみたいな、ああ、なんか全く関係ないのに自分のところに誘導するみたいな、うん、ちょっと嫌なんですよね。まあそれはちょっとあるかもね、確かに。超わかるわ、いいね公式みたいなところ、超わかるわ、なんでなんて、えマジわかるわ。ああ、そうですよ、そうでしょ、そういうコメントがね、ちょっとたまにある、うん、なんか知らんけど、絶対聞いてないだろ。いや、何の話してるの。いや、もういいよ、お前は知らん。お前は知らんでくさ、どんどん動画上げてる人が、知らん知らん知らん。トイレ行ったでしょ。いや、アスカ君は巨人ですよ、もう。もうね、あの人多分20メートルぐらいあるんで。本当だよ、超巨人だよ。うん、聞こうし、まあ、なんかね、配信、てか動画上げた人が、なんか、はいはい、感銘受けたらリツイートお願いしますとか言って、うんうんうん、そう、ただでコメントをしてる人がなんか、はいはい、あのあれやこれだったらなんか RT でもいいねっていうのはちょっと他と違いだよなっていうの、うんうん、ちょっとね、まあ、それはあの、まあでもそれは、ね、リスナーの年齢層にもよるから、うん、まあ安否気にしてもしょうがないよ。あとね、何でしたっけ、コメニコニコにもあの、うん、ニコルっていう機能が一時期あった時 は、ね、はそういうのがちょっと流行したりしてたので、まあ、最近なくなったんですけど、まあ、うん、だからこうあの丸々な人いいねいいねじゃないニコリニコってくださいみたいなのがあったので、うん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 、まあそれがなくなったっていうのはなんかよく動画に乗っかってみたいな感じのあれはね、はい、そうなんですよね、超角違いです、お前コメントだろみたいなね、そうそうそう、いいねちゃんとね動画上げてる人リスペクトしてみたいな、うん、やっぱねどこの業界においてもリスペクトは大事だから、うん、うん、そうそうそう、質問何度も生放送のツイートってうざいですか、まあ別にいいんじゃないですか。生放送のツイートって言うとどういうことなんだろう、うん、今やってますみたいな感じ、うん、まあそんな感じじゃないよ。いや、むしろね、20分とか10分おきに今やってますって言ってくれた方が、多分ね、見てる人は気づくと。うん、逆に、宣伝はね、そんなに、なんていうか、ああ、またやってるんだぐらいの気持ちで多分見ると思いますよ、みんな。逆に今、俺が結構、最近ちょいちょいツイート、配信もしてんだけど、はいはい、配信開始するときに配信始めました、いらしてねけど、うんうん、それだけだと多分弱い
本当にそうなんですよね。弱いというか多分見ない人がいるんですよ、うん、あの見たくてもあ見逃したっていう人がいるんでやってたんすねってなる、正直あのそういうのがあるんでやっぱり、うん、宣伝するならめちゃくちゃした方がいいかなっていう。自分の配信を割と懇意に見てくれる人もいるんだよね、うん、正直今一人二人ぐらい、ね、その配信者さんのコメントが一人埋まってしまうのはやっぱり嫌ですか。別に僕は嫌ではない。いやそれはいい、あのねコメントはね埋まった方がいい、コメントない方が辛い。そうですね、そう、一人で喋るっていうのはもう何もない時は無理ですからね、今本当にね、うん、あとコメントがあるからいいですけど、今あの26人見ててコメントが3ぐらい話してくれてるんだ、26人を見てこれが、ね、ただこれがあのおじさんの配信だと、まあ、7、8人見てくれてるのね大体、でコメントしてくれる人が2、3人いるの、うん、この2、3人ってすげえ重要、ね、そのコメント拾ってありがとうとも言えるし、ね、話題も拾えれるし、そうなんですね、まあそれが例えばなんかあんまり身のないコメントだったとしても、あ、あのつなぎにはな、うん、あれしきさんなんかあのマークついてないですね、喋るの。やべえ、はい、早く、ごめん、なんでおかしくない、何ごめんってない、しきさんって誰、しきさんお前のプロジェクトだろうが、しき、あの待って待って、あの言い訳させて、はい、あ、何なんだ、え、そうなの？あ、そうなんだ。え、でも、アスカのチャンネルじゃないの？いや、だから、そうそう。言ってるから。え、はいはいはい、そうなんだ。なるほど。あー、それはちょっとじゃあ、アスカに言ってもしょうがないな。そうだから、うん、好きあー、じゃあ、あ、まあ、あの、運営さんもしも見てらっしゃったら、そうだね、あの、ね、プロジェクトチャンネルの面々は、スパナつけてもらえると。スパナをつけて、じゃあ、いいよ、いいや、今俺が手動でスパナつけるわ。え、それいいの？逆に、今の話をした上で。ダメでしょ。わかんない、いいけど、あの、そもそもお前スパナつけるのか。スパナは運営の仕事。画面が。わかんないんだろ。画面が。やめとけ、やめとけ。運営に任せましょう。いいよ、お前適当に寝てろ、寝てろ。運営さんは今、頑張ってますから、いろいろ。お前、電気だけ配信してろ。いや、四季のコメントが見つからない。あるよ、お勉強になる。8つぐらい上にある、8つぐらい。あったあったあった。お勉強になるってやつだよね。まあね、お勉強にならないよ、でも。全然ならないですよ。ね、あの、言うてね、あの、俺もそんな、全然大きくないし、うん、ただ趣味でやってるだけの人間だし、そうですね、まあ、言うてなんか、昔からニコニコ見てるっていうだけで、まあ、いろいろ考えることは、それはありますけど、なんか、ね、まあ、ユーザー目線が強いっていうのもあるよね、やっぱり。まあね、まあ、それはありますが、うんうん、まあ、例えばですけど、割と VTuber って今、あの、熱気があって、あの、ニコニコとかの YouTube とかの文化を全く知らない17歳ぐらいの子とかも割といたりするんで、そうなんだよね、びっくりしたよね、本当に。あの、アルバート17歳なの？いいよ、お前黙ってよ。あれ、それだったら飲めねえわ、僕。寝てろ、寝てろ、お前は寝てろ。はいはい。俺寝てるはいいの？うん、寝てろ、もう。寝てていいですよ。ええでしょ、続きどうぞ。あれ、まあ、まあ、その点ね、あの、まあ、ポンポットなんていうか、うん、VTuber ええやんとか思って、ね、始めましたみたいな、 VTuber になった方よりはちょっとアドバンテージあるのかなとはなんとなく思っておりますが、まあまあまあいいでしょうか。VTuber のアカウントでコメをしてると宣伝してるみたいで迷惑って意見をたまに見かけるのですが、コメント用のアカウントを用意、それはね、それはね、あの、別にいらないっていうのもわかるんだけど、うん、結構シビアな問題になってくるの。まあね、多分ですけど、あの、うん、今はまあ大丈夫なんです。ただ、あの VTuber っていうものが、あの、うん、なんていうんですかね、今の YouTuber とかと同じぐらいなんか厳しいところはあるかもしれない。いや、ただね、正直今でもね、結構ね、うん、あるよ、それ。まあね、コメントは若干正直、自分も今、あの、はいはいはい、結構自分の中で、あの、困ってることがあって、果たして、あの、自分の推しの配信に、うん、俺がコメントしていいのかっていうのあるんだよね。そうですよね。ちょっと思いますよね。それをすると、あの、どうしても、あの、俺の中では俺ってそんな影響力ないと思ってるんだけど、うん、まあね、それでも VTuber と視聴者っていう壁じゃないんだけれども、まあ、境界はあるじゃん、というか、で、そこで結局 VTuber 同士だと、あの、例えば自分が配信してたら反応しちゃうじゃんっていうのはあるじゃん、ある、うん、だから絶対反応してくれるとは思うんだよね、その、うんうん、推しの人も。そうですね、そこで果たして本当にそれっていい行動なのかっていうのは、うん、他の視聴者様との、ね、なんていうか、滑舌じゃない、なんていうか、なんていうか、意識じゃない、うん、だろうな、立ち位置がね、違うんだよ。ね、
同業者と視聴者っていうのはやっぱり違うので、 そこら辺難しいんですよね。ね、ただ僕ね、本物のアカウント、ね、よくないんだよ、はいはい、なんて VTuber の動画に VTuber コメントするとさ、うん、やっぱり一般視聴者でもそっちの VTuber のコメント拾っちゃうからさ、それが良くないっていうのはあるよね。それはね、正直ね、言いたいこと分かる。というか、あの今でもさ、普通の YouTuber さんいるじゃないですか、この人がさ、コメントしたりすると割と荒れるじゃないですか、コメント欄が。まあね、あの、お前何 YouTuber のくせにコメントしてんだみたいなのあるじゃないですか。そうそうそう、有名なやつがね、言うて開拓中なんですよ、まあね、VTuber は。だから今はまあ問題にはならない、まあまあ許されてる部分というか、なんというか、まあルールの整備っていう感じじゃないので、まだいいんですけど、まあもっと親分とか、あとは他の人たちがめちゃくちゃ人気になった際、ちょっと問題かなっていうのはまあありますね。一個人として動画を拝見させていただきたいですし、コメントただね、そのね、一個人として動画拝見してるし、コメントしたいっていうのはすごいよくわかる。だから俺は気にしないでコメントしてる。いやでも ね、 僕ね、星の配信見に行ったらこんばんはって言ってる、本当に。いやいや、一つ言っときたいのはね、はいはいはい、この配信はさ、あの、視聴者が20人だから全員のコメント拾えるんだよ。ただ視聴者が1000人とかなった場合、他のコメントをないがしろにして同業者のコメントを拾うと、それはダメですね。あ、そこまで行くとね、視聴者のというか、なんでしょうね、同業者、そこまで行ったらさすがに同業者のはあまり読まない方がいい。ありますね。まあ、ただそこは、その配信してる人のポリシーにもよるから。視聴者目線コメントすればいいのにと。ああ、まあまあ、それはね。なんか急にあのコメントで、あ、僕もこの動画投稿してますとか言い出したら、さすがに。あ、それはちょっとあかんけど。やべえとは思います。それはあかん。コメを、視聴用の赤があればいい。まあ、それはね。それは確かにね、あってもいいかもしれないけど。まあ、ただ、バレないようにとかもありますし。まあ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 。果たしてそれがどこまで、この業界的に。なんだろう、浸透するかっていうところもあるから、まあ今、まあ、正直ね、今何人視聴者がいるかわかんないけどさ、27人です。そうだね、27人のコメントですら今拾いきれてないじゃん。そうなんだよね、全部読めてるわけじゃない。あ、全部読めてるわけじゃない。その中で多分さ、ね、月のミトとかいう、あの、いる、まあモンスタークラスになると読んじゃうもんね。それが、ね、まあね、何万とかの中で何万とかの中で色っていう、はいはいはい、はい、ちょっと途切れたけど、はいはいはい。申し訳ない。あの、アタラのコメントは基本途切れてるから。なんで俺だけ途切れんだよ、おかしくね。いや、たまにですけどね。俺の嫌いなのかよ。読むからね、そうじゃねえんだよ。あの、有名な人が読まれて、あの、視聴者が読まれないみたいな状況が良くないと思うんだよ。そうだね、それはよく思う。でも全員は読めないからね、正直。そうですね、それもそう思う。それもそう。全員は読めないですし、あとですけど、あの、それこそ月の水戸さんとかが、あの、親分とかコメントしてくれたら、おーってなるのはわかりますよ。もちろんそりゃなりますよ、ならないわけがないっていうのはありますから、まあそこら辺をね、どう折り合いつけていくかみたいなところもあります。そこはね、正直ね、あの、配信者自身のスキルが全てだと思う。ちゃんと他のコメントもね、は、拾っていきつつ、そういう人たちとも絡んでいけたら、正直それをネタにできたら強いのよ。そうなんで、それもやっぱりね、司会者のそこが全て次第なんで、視聴者のコメントを読んで、それを拾ってそれだけに 100% リソース割いちゃうと、クソザコンになっちゃうから、そこに 60% か 70% ぐらいリソース割いて、残りのものを全部視聴との会話に当てると、多分ね、いい塩梅になるんで。まあゲストマンさんが言ってるけどさ、例えば未来あかりさんとかが、まあ、コメントしたらさ、未来あかりさんのコメントに対する返答だけでコメント欄が埋まっちゃうようになっちゃうと意味がないんだよね。その人の配信じゃなくなっちゃうからさ、例えばアタラさんかっこいいでコメント欄埋まっちゃったら俺の配信なくなっちゃうからさ、まあまあまあそうだね、本当にね、まあそれがしかも配信というか、なんというか出演者じゃなくて、それはなっていうのが一番問題なんですよね。果たしてそこもさ、ここに未来あかりさんとかが来たとするじゃないですか、コメントしたら、多分皆さん、うわっ、まあもう大盛り上がり、未来あかりさんじゃないですかつって、めちゃくちゃ来ると思います。まあコメントも大盛り上がり。でもそれは多分ダメなんですよね、配信として。そうそう、視聴者が俺の話聞いてくんなくなるっていうのは本末転倒だから。そこはね、それはもう未来あかりさんの配信になってしまうっていう形なんだろう。これ言っちゃうと、まあ怒られるんだけど、視聴者も
そうですね、はいはい、あの視聴者のリテラシーの教育も大事だよねっていう。いやいや足りてない、まあね、本当にそこはね言い出すとね本当にもう止まらんのだけど、うん、まあそこはね若い業界だからしょうがないっていうことで、うん、俺は思ってんだけど、そうなると配信放送者は俺あれ俺いらなくて、そうだよね、そこはね、うん、難しい場合ですよね。ただ月のミトさんがあのマインドがつい、ニコニコで上げてたやつで、あの、うん、あの月のミトさん自身がコメントしてあれ月のミトおるじゃんみたいになったのはまあそっかありそれはそれでありあれはあ、うん、ギャグじゃん、うん、いやただね、あのコメント欄にただ17歳行きますみたいなこと書いてただまあ今俺のチャンネルで配信してるけど実際俺いらないからね。いやいや何言ってんだよ。それはないそれはない、アスカがいないと成り立たないよ。このそうだよ、アスカがいないかいなかったらねどうなってんだって話ですよ。やっぱ俺必要か。多分話進んでないで。そうですよ、だってねあたらさん忙しいから話できないんですもん。あんまりそうね、場を設けてくれたのはちゃんとね、うん、まあ、消去法やめろ消去法じゃないんだ。いやいやいや、うん、ちゃんとね、そこら辺もまあなんかあまりうまくいかなかったとはいえね、このなんていうんですか台本もねあったので、そうそうそう、うん、全然やりやす、ね、そこでやりやすかったっていうのは全然あるので大事ですよ。ほらカミリアさんも言ってる、そう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 、うん、大事ですっていう3人揃ってこそ今日の配信。ただ次はもうちょっと抑えてお酒は飲んでくださいそれはあるかもね、うん、今日ね正直俺らも意外だと思うよ。ええ、僕らも割と翔がだいぶ話回してるに見えるかもしれないけど、うん、まあその台本とか BGM とかいろいろ用意して、うん、うん、用意してくれたのは日渡さんですし、まあ一応の話は、うん、まあね、そう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 、まあというか全員がいないと絶対話は進まなかったと思うんで、そう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 、そういうこと、うん、そこら辺大事。ほらもうねラビットさんが一番いいこと言ってくれてんじゃん、うん、3人でもよかったのに時間来たんやでっつって。そうですよ、あーありがてありがてありがて、うん、あ、もう探偵 VTuber から怪盗 VTuber になるかな。あー、なります怪盗に。ね、あの探偵に知り合いがいるから探偵派なんだけど、怪盗派なんだけど、はいはいはい、ラビットさんあんま知らんけど、ね、うん、なんだっけな、あの、あ、来てないからやめとこうかな、この話は。なんかめちゃくちゃ歌うまい人とかもね。ああ、呼んだ、歌うま YouTuber 呼んだ。なんだ、お前歌うまいのか。超うめえよ。何、じゃあ、得意な歌何。え、得意な歌？まああれだよ、ティーボランだよ。ティーボラン。ああ、わかるの今の視聴者。うん。いや俺生配信中歌ったからマジで。歌ってましたね。うん、あの赤ペラで歌ってました、ね。ティーボランわかんの？あ、僕見てましたよ。うん。お前見てたのかコメントしろよ。黙れ黙れ。今だから VTuber はあんまりコメントしないっつって。あ、そっかそっか。お前が VTuber だからダメなのか。まあね、まあコメントはちゃんとしますよ、しますけど、あその時はそんなになんか前のとこかなってなったっていうだけの話でございます。なんかこの3人で歌歌おうぜ、歌ってみてあげよう、あのいいですけど僕音痴ですからね、いいそもそも俺歌そんな知らないよ、 J-POP 詳しくないおじさん、アルファとしては結構音痴だからな。うん、僕は音痴なので無理なんで。あー、ちなみに俺も音痴だからね、どっちかって言っとくけど。あ、俺しか上手くねえとか。だって僕あれですからね、カラオケで 70後半ぐらいしか出ないから、ね、あ、いいじゃん、カラオケ行くのは偉いじゃん、俺カラオケ行かなくて、しか入れない、カラオケ行かなくてクラブ行く人間だからね。クラブ行くわけさ、デスコな、デスコ、デスコ、いやでもディスコ、クラブサウンドよりディスコサウンドの方が好きっていうのはちょっとわかる、分かってくれる人いんのか、いやさすがにわかんない、ディスコですよ、ディスコ、わかんねえか、あのね、クラブサウンドとディスコサウンドって違うんだよ。まあ分からんでも、この使い方が、うん、あのすごいシンセサイザーブリブリしてるのがディスコなんだよ。ブリブリしてる。本当にね、本当に分かる人分かってほしい。いやブリブリしてるのはお前二日酔いのおじさんくらいだよ。いいよお前、それはお前だろ。違う、ゲロゲロしてんだよお前は。ゲロゲロしてんのは、ね、お前ふざけんなお前、明日絶対上に怒られるだろうがよ。いいよもう、もうとっくに怒られてんだよ。うん、マジかよ、これ以上何やっても怒られる意味は変わんねえんだよ。まあ楽しんでいってやってくださいみたいな、さっき公式さんが言ってましたしね。公式の言葉を信じよう。ごめんね。しゃべりさんもね。ごめん、僕からも謝ってきます。ごめんなさい、公式さん。俺とショーのね、あの謝罪で何か変わるかもしれませんので。ちょっとね。申し訳ない。あっか、首だけは勘弁してください。もしよろしければね、ちょっとお目格子、
多少お目こぼしいただければと思います、うん、というかやっぱりちょっとだけ尖ってる方が、うんうんうん、あの盛り上がるんですわ。まあ盛り上がるわね、うん、正直盛り上がるニコニコでも YouTube でもそうなんですけど、ね、絶対バズるんですわ。そういう方が普通のことやっててもしゃあねえんですわ。ツイッター見ておいてね。怖いでしょ。ごめんなさい、公式さんごめんなさい。後でリップ飛ばします。苦点が怖い。ツイッター見ておいてね。丸って書いてあるのがすごい。そう、丸が一番怖い。いや、俺が一番怖いから大丈夫だよ。まあ確かに、まあそこはね、自己責任で、まあ、お前も大人だろ。まあ、アスカはね、ちょっと飲みすぎ感はあるので、そこら辺は次回は抑えますね。ほらもう今見ちゃったよ、もう公式さんのツイート、バカやろお前。お前あれだよ、俺覚えてねえから怖くねえよ。覚えてないからこそ怖いんだわ。最強理論やめてこ、俺知らないから知らないみたいな、まあね、俺今ツイートを見るわ。いやまあね、あの誘導してくれてるから公式さんは。ね、何？二次会に誘導してくれてるから。あ、マジですか？ごめんなさい。ありがたいありがたい。ちょっと待って、しゃべる公式。そうそうそう。お酒の席なんでブレイコーだってよ。それね、真に受けていいのかな。真に受けて言うなら、プロジェクトシャブルに言いたいこといろいろあるよ。やめろ。お前それはやめろ。言いたいことじゃねえんだよ。あ、そっか。はい、向こうが寛大な処置をしてくれてんだよ。あ、そっか。俺首から下からあの感覚なくなってきたんだけど大丈夫かな。それはどうする、どうする、今何時だ、なんか15分ぐらいできるか、はい、1時ぐらい飛ばしときましたので、はいはい、1時はもう過ぎてんだよ。1時15分ぐらいできるか。何て言ってるか全然わかんねえよ。もういいよ、お前は知らん。大丈夫か。あ、でもお前は知らんといつスポーツが切らないと配信切らないんだよ。一番暴れたのは掃除だから後で怒られる。それはね、完全にそうなんだよな、うん、それは一番酔ってた。あのあれですよ。はい。なんだよ。プロジェクトシャベルもそのうちコラボしますんで、夏休み中によろしく。ああ、言ってましたね。それ絶対見に行きますわ。シャベルの中でコラボするの？あのね、シャベル5人で多分コラボすると思う。うん、まだ決まってないけど。うん、やべえ、これ言っちゃいけなかったやつ。あれいいやつじゃないですか。どこまで言っていいんだよ、それ。前にツイッターで言ってたじゃないですか。全員でコラボしますみたいな。あのね、俺がね、うん、はいはいはい、4人に声かけてんだけどね、なかなか、ね、はいはいはい、返答してもらえない。それさ、人望ってやつじゃん。悲しいな。こらへんは人望ですわ。人望って、この自由さがあったり、楽しさの文化はなくなったりしてほしい。徳さんが声かけたら集まるとかない？ある。あるある。徳さんがちょっと試しにね、コラボしませんみたいなこと集まるとかなくない？徳さんっていうかね、モカとかリオンとか声かけたら一瞬で実現する。ああ。それはあるわ。女性主導はまあある。うん、アスカだとね、うん、時間かかる。アスカさん頑張って、頑張って。頑張って。僕それ見たいんだ。個人的には応援してるよ。しゃべる、うん、あの箱押し勢としては見たいんだ。そうそうそう。いや、ね、まあでもね、言うて俺が一番やりだからさ。うん。俺がリーダーやだよ。ね、俺がリーダーなんだよ。は？は？ダメなの？許してくれよ。フォロワー数一番の人がリーダーがいいんじゃない？え、誰だよ。そうそうそう、お前フォロワー数一番誰だよ。公式かな。そうそうそう、公式が多分1000人ぐらい、1000人ぐらいいたはず。時点で600人ぐらいがいた。リオンさんあたりが多分600人ぐらい。あ、公式はフォロワー1392だね、うん、だから公式が頑張って、公式が温度取って頑張る感じだな、公式はな、腰が重いからな。やめろ。いや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 、そもそも、いや、腰重いって言いますけど、そもそも、あの、企業が、この VTuber っていう界隈に、この時点で、うんうんうん、腰を据えて、ちゃんと企業としてやってる時点で、腰は軽いんですわ。いやいや、まあ、うん、プロジェクトシャブルは企業じゃないから。まあ、いい、ね。どこまでいい？ちょっとこの辺、濁しとこう。ほらもう、なんか、リオンさんも腰を、うんって言ってんじゃん、もう、クロさん、うんって、みんなの、ね、あのね、あ、いや、いや、言わせて。はいはいはい、メンバーで仕切るとし、うん、すればさ、うん、リオンが仕切るべきなんだよ、フォロワー数的に。ああ、まあちょっと今見たけど、多かったね、うん。多いですね、リオンさん。お前、俺に頼るのそろそろ卒業しろ。お前って言うな、お前って言うな。お前は本当に頼られてんの、君は。ね、え、さあ、頼られてるよ、お前、一番やりやぞ。本当に？なんかあれですよね、マシュマロとかで、あの、うん、公式さんに言いたいこと全部日渡りさんに言ってる感あります。いや俺マジさ、マネージャーみたいになってるの、マジ勘弁だよ。橋渡りになってんだよな。ゴミはゴミ箱へって感じになってるじゃん。橋渡り、橋渡りやすか、なんて
読めない。もうリオンまだ高校生だしって。ああエリオンまだ高校生だし。高校生じゃねちょっとね難しいよね、うん、そこね、おじさんがちゃんとやってあげないと、ね、30代のおじさんがちゃんと頑張るべきだ。あきさん何が高校生だよ。今は可愛い女の子をねちゃんと世話してあげるのもおじさんね、うん、だからね。いやなんかご褒美があるならやるけどね。なんで見返り求めてんだよ。なんだなんか。あ、そういえばご褒美で思い出しましたけど、アスカさん早くボケのボイス取ってくださいね。え、なになになに。いつか約束しましたよね。なに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 。なんて公式マシュマロ置いてほしいです。あ、というかあれなんですよね。あの公式に対するリプを飛ばすのがちょっと恥ずかしいなっていう方がいると思うんで、多分公式のマシュマロ窓口、マシュマロじゃなくても、うん、ご意見窓口っていうのはあった方がいいかもしれない。今なんか、うん、あのマシュマロはとかで、うん、マシュマロはちょっとなんか VTuber 感があるので、うん、マシュマロというよりはあの DM なりメール窓口を作った方がいいかなとは若干思わなくもない、うん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 、プロジェクトしゃべる全員フォローすげえな。まあ僕もしてますけどね。素晴らしい加工指令じゃん。上さんなんで。はい、あの日当たり安かったやつフォロー外していいから。ふざけんなお前。なんだよ。アスカだけ外していいから。まあ、運営のことを言わせてよ。何？まあ、いいのかそれは。あの運営っていうか営業体制として会社でやってるから。あのね、マシュマロ置きにくいっていうのはあるんだよ。あ、ちょっと待って、聞こえない聞こえない。マシュマロ置きにくいんだってさ。そう、マシュマロ置きにくいんだ。だから企業、あくまで企業マシュマロはね、やっぱり置かない方がいいかと思います、ね。うん、あのだってマシュマロ送ったら答えなきゃいけないじゃん。うんうんうん。だからえちょっと待って、マシュマロ置いたら答えなきゃいけないから。あ、なるほどなるほど。そう。すごい。プロジェクトシャベルの運営に対してのご意見は8月15日にホームページ公開されるので、そこにメールをしてください。それは確かにあるかもね。そうですね。うん、そう、公式公式メールフォームは大事。あの匿名で送れます。あのね、うん、あのここで一つ言わせて。はい、はい。日渡りアスカにプロジェクトシャベルのこと聞かれても知らねえから。本当にね。うるせえ。いっぱいマシュマロ来てましたもんね。日渡りさん。ファイナルファンタジー。うるせえ知らねえ、うん。あのね、俺にとっては俺が主人公なんだよ。はい、なるほどね。他のユリクサリオンとかのことなんて知らねえんだよ。なんで今個人名挙げたんだよ。リオンさんとか。まあだって、まあ、いるからだろう。アスカさんに、うん、あのリオンさん次動画いつ上げますかとか送られてきても知らねえって感じ。そんなん来てるんですからね。来てんだよ。なんか似たようなの来てましたでしょ。リオンのこと聞くんじゃねえよ。それはさすがにちょっと申し訳ない。せめて本人に送れよみたいなところ。それはさすがにちょっとしょうもないわ。いやだから俺言ったんだよ全員に。うん、言ってましたね。モカの音声いつ聞けますかと、式の音声いつ聞けますか。クソうぜえから、おのおのにマシュマロ解説しろって命令したんだよ、俺がいちいち。それはちょっと、まあ、ごめん、それはごめんって言われてる。まあ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 。うん、いや、まあね、その当時は。お前、リオンふざけんなよ、お前。ほんと。大概しとけ。まあ、その当時はね。まあまあまあ、その当時は、確かアスカさん以外が、まあまあ、一番やりたいことは、解説してなかったんだ。俺しか動いてなかったんだよね、その時は。まあ、それはね、若干環境的にしょうがないところもありつつ。シャベルですっていうのをしかしてなかったので、まあ、ただ、それでもそれでしょう。うん、ここで一つ、まあ、一つだけ言わせて。一つだけ言わせて。はいはい。あのね、俺はマネージャーじゃねえ。まあそれはね。まあまあまあ一キャストだからね。一キャストなんで、俺はマネージャーじゃねえんだよ。ちゃんとした出演者というかちゃんとしたね、一声優候補生なんで。そう、あのね、俺にリオンどうとか言われるとさすがに嫉妬するから。まあはーんってなるのはちょっと分かる。僕に置くんなみたいな感じ。それこそね、真剣にやってればやってるほどちょっとあれになっちゃうからね。いやあのね、同じグループ内でもね、やっぱり人気の差っていうかね、競争心みたいな生まれちゃうからさ。それはここで言っていいの？いいよ。でもね、それね、あんまり女性と比べない方がいいですよ。まあね。うん。うん、やっぱり女性は伸びます。そうなん、それだけで。いや、俺、ユリクサリオンがさ、まあ。もちろん伸びる、伸びる理由はありますから。うんうん、可愛いというのは絶対ありますし、だってさ、俺だってさ、うん、あのおっさんと可愛い女がいたら可愛い女がいいから。まあ僕だって行きますよ。え、うん、あでもおっさんだったらおっさん行くかな。あ、なんかすごい偉い。ショタと女性だったら女性行くけ ど、ね、はいはいはい、あでもそれだったらショタ行くかもしんねえな。ショタ行きます。可愛いは正義だよ。まあ可愛いはね、うん、ありますよ。あ、みんなショタ好きだからな。何言ってんだこいつ。やめろやめろやめろ。今公式見てんだ、ま、今公式見てんだ、またこのアーカイブ闇に褒む。ああ、ちょっとあのアーカイブ残させてくださいね。本当だよ、コラボなんで。一応俺とショーの大事なコラボだからね、うん、あ、そっか。
そうそうそう、あ、そっかじゃねえんだよ。あのアーカイブはほんとピーオンはお願いしますね。え、いやいや、ピーオンなんて入れるわけねえだろ。あ、そう、入れるわ、マーク載せるわ。もう知らないよ、勝手にやってくれ。いいよ、もう黒歴史だったらいいよ。それでバンズに入れられても知らないですからね。いや、バンズに入れればバズれるよ。ね、ありますけど。なんだ、ほらもう女性からやんねえ、男の声が聞こえると安心するねえ、まあ、バビ肉じゃん。最近はね、バビ肉が多いですから。案外に女性の声聞こえたら逆に、え、あ、女性だったんだってなりますね。ちょっとなんかおってなるっていうね。だって僕、あのカメリアさんのボールじゃないですか、うんうん、あの人普通にもともと男性だと思ってて、あ、多分バビ肉だと思ってたんですけど、うんうん、声聞いて女性だってびっくりしたっていう格好ありますね。なんだ、アーカイブは無修正で最悪だ。いやー、きつい、まあ、YouTube さん許しておくれ。あー、 YouTube さんに見つからないように。全ては YouTube さんの、名前は YouTube、 YouTube どこまで合うとかわかんないよね、正直。ね、まあ、音声は案外セーフ、音声はセーフですね、うん、だってあれですもん、なんか ASMR で、あの、ね、結構あれ、あれもあれだから言ってることありますけど、そうそうそう、割とあれは大丈夫なの。画像は結構厳しいけど音声は厳しい。本当ですか。そりゃね、なんか最近女性のアバターを見ると男性じゃないかって疑うあれがあるので声聞いてなかったですね、最初ちょっとわかる、うん、で、あの途中というか、あの知り合ってちょっと回してからちゃんとボイス聞いたんですけど、あ、女性じゃんってなって、うん、しかもめちゃくちゃ可愛いやんっていう、ね、バビ肉ってどうなんですかね、恋声とかと適合ないといけないの。まあいけないことはないですけど、誰でもね、バビ肉はできるよ。やろうと思う。僕はあの恋声との適性はなんかショタ声になるっていうだけなんで、あのね、うん、適性もね、正直自分の努力で取り添え、はいはいはい、あー、まあね、なんか天性のものがある人は天性のものだけでいけるんだけど、うん、はいはいはい、あのそうでもない人でも、あの努力をすれば、そう、恋声適性は、うん、つかめるっていうか、あれですよね、うん、多分声よりも喋り方が一番問題。喋り方だね、うん、男っぽい喋り方をしてるとやっぱりショタっぽくなるし、うんうんうん、女性っぽい喋り方をしてる人だと、あの、そうそう、恋声には適正できるかなって思います。そうそう、ちょっといつもよりゆっくりめに喋ったり、抑揚つけて喋ったりすると、うん、結構変わったりする。うんうんうん、これはね、音声である可能性はほぼない。局部画像だと5秒以上。あー、そうなんだ。へえ、5秒以上だと。そうだね、適正ない。まあだからっつって5秒未満でやるんじゃねえぞ、おめえ。まあ俺3秒上げてやろうか。いいよ、うぜえよ、やめろ。3秒はさ、努力でいけるんや。あー、そうそうそう、喋り方でね、なんとか。そうそうそう、声が低い人とかガラガラの声の人でも割となんとかなったりはします。いや、あのね、あの俺この前恋声使ったんだよ。どうでした？あの倍音、俺めっちゃ倍音乗ってるじゃない。うんうんうん、だから倍音消せばいける、まあ、ね、あー、だからね、例えば恋声でさ、そんな声になりましたね。いや、例えば恋声で、はい、あのアルバムとはね、倍音少ないんだよ。うんうん、だから俺が恋声でははっふんふんふんみたいなことを言ったらね、女の子と一緒に声する。え、何？いや、その音声大丈夫かっていう。何？母じゃないんだよ、母じゃ。心が女の子なら女の子、やその逆もしっかり、うん、まあね、最近見ましたけど、なんか、うん、男性のか胴体、体を持った女性の中身あれなかった、声があれなかったとかもおりますからね、うんうんうん、ね、いろいろと。そう、あのラビットさん声低すぎるからなって言ってる、声めっちゃいいでしょ、めっちゃいいでしょ。あ、いい声してますよね。そう、それはね、めっちゃいいでしょ、普通でいいとかじゃなくてめっちゃいい声だから。やってたね。言ってくよ、俺は。ラビットさん、声がいい人は声がいいって言うから。ラビットさんの声まで誰かして。声まで無理。なんかね。だからね、いい声は声まで できねえの。いや、俺の声だろ。若いイケボって感じ？20歳ぐらいのイケボかなっていう。あ、それ俺じゃん。あんたは30代なんだ。やめろ。ほら、もうラビさん主義って言われてるじゃん。やろう、らっしゃー。いや、なんね、いや、褒めないでよ。言うてね、ますよ、この業界。ただ前になんか、あの、何でしたっけ、あの、あ、なんだっけ、あの、あれ、ツイッターの機能で、あれあるじゃないですか、アンケート機能、はいはいはい、アンケート機能で、黙っとけや、クソ、キモオタクみたいになってたのは、ちょっと笑いましたけど、あれはでもネタでしょ、それはな、ネタがあるから。押したやつネタだろう。僕は押さなかったんですけど、多分ネタを押したやつは、多分絶対ネタだと思います、あれは。でも、マジレスするとね、アスカの声は結構いいんだよな。うん、そう、まあ、そりゃそうでしょ、うん、声良くないと声優やれねえよみたいな。プロアマっていうのを差し置いても、うんうんうん、おじさんとしてね、結構荒れる声質ではある。そうですね、ね、僕とかはちょっと声的に若い
若いと思うんで。ショーはどうなんだろうな。ショーより俺の方が高い感あるじゃん。高くてもあれですよ。あのね、よく言われるのが、あの、はいはい、安心があるとか優しいみたいに言わ。ああ、はい。それも嬉しいんだけど、そうじゃないんだよな。やっぱ渋い声って言われたいですよね。そう、渋い声。もうね、それ、ね。スカーキ用の声が欲しい。わかるまん。いやでもそれに関しては発声の練習だと思うよ。いやまだ発声の練習だとしても、あの、はいはいはい、出そうと思えばその声が出せるよっていう普段から声です。違うじゃん。うん。いやいやいや、よく勘違いされるんだけどさ、まあ、はいはいはい、俺普段からこんな声で喋ってるわけじゃねえから。そりゃそうでしょ。まあ言うてもね、言ってましたね。うん。いやあれだよ、あのあのファミリーマートとかでさ、そうそうそう、はいはい、あのコーヒーお願いしますみたいな声で、あれだよ、俺よくさ、何ベリーベリーフラッペを飲むんだけど、可愛いやんけ、うん、甘そうだな、ベリーベリーフラッペとか言うわけないじゃない、それはな、そんなわけねえんだよ、確かにな、だからそこがコントロールだと思うよ、あーまあそうそう、僕もね割と声高めなんで、うん、低い声憧れるんですよね。なんだあれは本当にくじきそうやけど、くじきそうあれでしょ、あの、キモオタ黙っとけでしょそう、ちょっとね、アスカに比べると声高めっていうのは否めないんだよね。うん、比べるとっていうかね、実際僕と多分、でもどうだろう、ショーは普通ぐらいだと思うんだけどまあね、正直俺はね、高めっていうのは自覚してるから、うん、ショーと比べたら、アタラの方が低いよ。え、嘘、本当、どうどうどうそうか、うん、いいね、どういう聞き方なんだ。いや、あのね、あの、声の聞き方って2種類あって、はいはいはい、自分の顎が振動して聞こえる、まあ自分の声の聞き方と、あ、はい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 、鼓膜が聞こえて聞こえる聞き方2種類あるんだよ。あれでしたっけ、骨振動と、まあ骨伝導と耳っていう、そうそうそう、ね、で、うん、耳振動の方が基本的に、ね、まあなんだろうな、高く低く聞こえるから、はいはいはい、骨振動の方が高く聞こえちゃうんだよ。そうですね、だからエンナじゃない、アタラは、うん、アルバートよりも声高いと思ってるかもしれないけど、うんうん、第三者から聞くとアタラの方が低い。そうなん、結構、まあ、そこら辺あるかもしれない、ね、まあまあ、まあ、個人の差もあるとは思ったけど、でもそういう、うん、なんだろう、見方も見方っていうか、うん、だから録音するから一番だよ、多分僕はちょっとガラガラ声入ってるんで、それでどうなんだろうね、低く聞こえる可能性はなくもない、うんうんうん、そう、倍音が多いとね、あのイケボの定義ってのがあって、うんうん、あの倍音が多いとイケボに聞こえるんだよ、あれー、はいはいはい、それ俺負けてんじゃん、そうだからあのアタラはね、いい意味でも悪い意味でも澄んでるんだよね、声が、あー、うん、はははそうですね、そうだから倍音がないんだよ、うまそうなイメージ、はい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 、そうだから、なんか、だからいろんな意味で俺が一番倍音が多いじゃん、うん、あ、はいはいはい、で、アタラが一番澄んでるんだよね、声が。はあ、なるほど。それありますね。っていうのはある。そういう見方なんだ。で、うん、まあ、専門的なこと言っちゃうとね、まあ、プロだから。飲みすぎた。いや、まあ、あの正直で、こういう話面白いから俺好き。まあ、僕も好きですよ。と、ね、いうか、改善の役に立つ話は全然めちゃくちゃ好きです。ちょっと氷を持ってきます。はい、はい、いってらっしゃい。やっぱ VTuber ってね、ゲーム実況者よりはまあビジュアルはありますけど、やっぱり声も大事なところがあるんで、ね、うん、要素だからね、うんうん、自分のなんか目指すべき声を目指して頑張っていきたいっていう俺の場合はね、目指す声とかじゃなくて、まあ、自分の声でここまでやれるかだからなんか、うんうんうん、回転するっていうあれもそんなに意識的にはなくて、うん、なるほど、まあ、なるほど、ちょっとでもその自分で努力できて多少変えれるんだったら変えるけど、うんうん、あの今更なんかね、イケボですみたいな感じでやるつもりはそんなにないよそうそう、イケボに生まれたかったね、本当に出た出た、うるっさうるっさ、何の話だ、前の配信でさ、あのさ、なんだっけ、ひわっ、あのアスカがさ、まあなんだっけ、あの声を低くするためにちょっとデスボするみたいなこと言ってたけど、もしかしてこれ違うでしょあのね、あれでもね、普段俺結構高いんだよ、うん、声が、だからあの、ちょっと一回普段の声してみて、してみてほしいですね。ファミチキ一つお願いしますの声聞く？あ、聞く。いいよいいよ。はい、どうぞ、はい、どうぞ。あの、ファミチキ一つお願いします。はいはいはい、はい。シャー普通、まあ普通というか、うん、で、配信の時どうかっていうと、はいはいはい、ファミチキ一つお願いします。そこまでやんのか。
やる、今回はやっぱり、いやいや、あれですね、うん、広いですよね、音域が。そう、いや、よう兄弟みたいな感じ。ああ、それはね、確かにイメージな努力が見えるというか、いや、努力見えるというか、やめろ、恥ずかしいから。さすがというかね、そこら辺はさすがっていう感じだよね。っていうか、それを見るとね、やっぱり僕らもなんかやる気出てくる。まあちょっとね、意識しようっていうのはあるよね。今コメント見て思うのが、イケボって作れるからな、うん、言うけどね、言うけどね、うん、まあ頑張ってますけどね。だからマジで資本金っていうか、まあ初期投資して、はいはいはい、いろんなレッスンに通って、はいはいはい、発声方法とか磨けば誰でもイケボになれるから、はい、正直ね、そのイケボ作れるって言うじゃん、うんうんうん、努力のね、過程が結構ね、あるんだよね。それは、ね、金なり、時間なり。まあ、時間と金は費やさないと。まあ、ちなみに、おじさん今さ、結構コメント欄にイケボって言われてるじゃん。はいはい、はい。この声作るのに4年かかった。はいはい、4年、あ、4年か。これを言われちゃうとね、もう何も言えねえよ、俺は。ねえ、僕は別にそんなに4年も頑張ってないっていう。4年も頑張ってないところが素の声だからな。ね。僕なんだ。それ言われちゃうとね、さすがだよなって思う、うんうん、いや、声優だからね。僕高校生の頃一応なんか演劇部とかやってましたけど、ね、うん、おお、すごい、うん、それでもなんかやっぱみんなそういうとこやってんのかな、うん、あれですからね、そんなになんか、うん、本気でっていう、ね、終わっただの配信面白おじさん。あ、なんて配信面白おじさん。そうそう、配信面白いからやってますっていうだけのおじさんだからさ。あ、はい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 、あ、別にね、ボイストレーニングとか一回も見たことないから。うんうん、僕最近ちょっと通いたいなって思ってて、あ、うん、やっぱりなんかこう、うん、VTuber 始めてやっぱり声って大事だなって ね、ちょっとわかる。あるんですよね。始める上で一番言っておきたいのは、うん、はいはいはい、ボイトレって基本的に正しい発声を教えるんだよ。ほう、正しい発声。そう、今日渡り明日香の発声って、うん、はいはいはい、間違ってる発声なんだよね。まあ、多分その癖をつけて言ってるっていう形では、うん、そう、だから声をちゃんとね、うん、そういう声にしたいっていうことで間違、うん、まあ、そういう意味では間違ってるってい う、さっき言ったけど、俺チェストボイスと腹式呼吸 50%50% ぐらい出してるから、うん、はいはいはい、多分ね、ボイトで行くとね、腹式 100% でさせられるんだよ、うんうん、そうすると倍音が削られる可能性はある、はいはいはい、まあ確かにね、うん、まあやっぱりそこら辺はなんか長年やってきて自分の一番いい声っていうところはあるでしょうね、うんうん、いろいろ資本して4年間かけて作るものだから、はいはいはい、家庭で悪くなることもあったりする。あー、それは厳しいな。1万時間の法則でしたっけ。何それ。10万時間だったかな、忘れましたけど、なんか何時間か、正しい練習をやってればみんなプロと同レベルにはなれるよみたいな、ね、ということなんですけど、それって割となんか、うん、っていう、まあいいことなんではありますが、それでもやっぱりその1万時間か10万時間か忘れましたけど、それの時間でできない人はできないですし、もっとやるべきっていうのはありますけど、まあ面白い話だなとは。まあ俺もね、なんかゲームの方の話、感謝の3回みたいな、1万回同じこと繰り返してれば、ね、はいはいはい、慣れる。ああ、感謝の政権好きですね。そうそうそう、そんな感じのね、はいはい、うん、そうそうそう、まあ練習ってそういうもんですよね。練習ってさ、勉強と同じですよ、はい、だけどでゲーム実況の話とかするとさ、はいはいはい、1回目と1万回目を比べると1万回目の方がいいんだけど、うん、はいはいはい、でもね、5000回目とかはむしろ1万1回目よりも悪くなったりするんだよ。あー、うん、そうなんだ。そう、一回なんか崩しちゃって、はいはいはい、そっからまたやり直したりするから、はあはあはあ、うん、毎回右肩上がりではないと。そうそうそう、一回落ちたりもする。っていうのが難しいところだよね。試行錯誤してちょっとダメになって、あ、ね、あ、やっぱりこうがいいわみたいなのがあっての4年ですからね、うん、だから俺もさ、俺もあれだよ、中3の時からこんなこんぐらいの音域だけど、はいはい、はい、俺中学3年の時めっちゃキモい声だったからね、同じ音域でも。うんうんうん、はい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 、あ、そうね、言われちゃってるけどさ、でおじさん見た目で声高めあるから、うん、うん、まあなくもない特にね、俺がそういうところがね、いつも身に染みて思うと、うん、まあ僕もね、この声なんでね、顔に合ってないんだよなっていうのが、うん、結構クリティカルに来る意見なんだよな。だから一回ね、うん、デビューしてからボイトレっていうのは危険かもしれない、はいはい、ああ、一、ね、回ちゃんとやってからっていう、うんうんうん、まあ僕はやるんですけどね。えら、僕はやんないよっていう感じで、もう俺はね、俺言葉で伝えていく。なんて言うんですかね、やっぱり
僕がよくは、うんうんうん、まあ言いますけど、ニコニコで出身で、はいはいはい、なんというか視聴者と一緒に成長していくみたいなところがやっぱり憧れてるんで、うんうんうん、最強の状態から始めても意味ねえよみたいなところがあるんですよ。あーはーはーはー、うん、そこら辺をなんというか、例えばですけどコメントでもっとこういう声にした方がいいんじゃないみたいなのがあったらね、うんうんうん、それをちょっと取り入れていきやがりたいな。取り入れて、まあもちろん僕の好みじゃなかったら省くんですが、うん、まあまあまあそこは、ね、まあ、自分の好みは大事ですからね、うん、なんてちょっとまあいろいろ文字が読めない、拾ったり捨てたり、崩れてしまうから大変。何が、あ、キャラが、いや、練習過程はやっぱり一回崩れるもんだよ。しょうがないよね、多分。そうですね、まあなんか、うん、ずっと右肩上がりではなくどっかで下がる、スランプっていうものはありますし、それは試行錯誤のあれでしょう。え、なんで二次会の方が真面目な話。本当にね、あれ、おかしくない？聞こえてます？ああ、聞こえてるよ。はいはいはい、なんか、アスカが黙る、なたまに黙るとね、怖いんだよ。今1時半してないんじゃないか。今1時半。はいはいはい、アスカはそろそろちょっと正直あの幕引きを考えてもいいかなって思ってる。ああ、そうですね、どうします？ 2 時ぐらいで切りますか？ 2 時、うん、そうだね、まあ、45分か2時ぐらいでもいいかなっていう。はいはいはい、ボイストークが聞きたいの？なんでなんて？ボイストークが聞きたいなら俺結構あれだよ、専門的なとこまでいけるよ。ボイストークってどういうこと？ボイストレーニングトーク？うんうん、なんかね、チェストボイスと腹式呼吸の違いが分かんないみたいな話があるんだけど。はいはいはい、ああ、まあでもどうなんだろうな、それは腹から声出せっていう話、うん、いや正直なあんな感覚なんだよね。まあね、うん、なあ、筋肉の使い方なんて理論的に説明できるわけがないから、うん、はい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 、例えばさ、よく同じあのよく聞くのが、うん、はいはい、同じ音程でも細い音と太い音が変わるっていうのはよく聞くね。まあ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 、うんうんうん、なに、それ俺今できるんだけど聞く？お、あ、やってやってやって、あの教式から複式に変わるとさ、うん、っていう変わり方をすると、はい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 、それをね、自分の耳でね、判断できるようになると演技の幅がすごい広がる。うんうん、おー、この辺の音がアジア人で、この辺の音が黒人とか白人に近づいてくるわけ、うん、はいはいはい、はい、っていうのをやれると、声優としてだいぶ近いかな。いやでも難しいな。あとでちゃんとやりますか。声帯を開いたり閉じたりするから。うんうんうん、おじさんさ、うん、すごい喉仏を自由自在に動かせるからさ、すごっ羨ましい。あ、竹本英二さんみたいなおじ声、うん、目指すとかはないかな正直、正直俺は俺の声でやっていくっていうのがもうあるから、うんうん、まあそれもそうそうそう、ていうかそれは重要というか、それもそれ、ね、まあまあまあ人それぞれだからね、これも、うん、おじちゃん、おじちゃん眠そうって、どのおじちゃんだよ。みんなおじちゃんだから。みんなおじちゃんなんだよな。多分アスカのこと言ってんだろうね。まあ僕もね、最初あのこのおじさまのアバターを使ってなかった時、うんうん、あの自分で書いたアバターでやってた時は自分の、おうおうおう、全く完全に自分の声をちょっと、まあ、ちょっとだけ高くした声を出そうと思ってたっていうのはありますけど、うんうんうん、あのこのアバター作っていただいたんで、うん、まあそれに合った声にはしたいなとは若干思ってますね。偉い。まあそれはまあなんていうか、これからの進捗を期待してください、うん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 、期待くださいって感じなんですけど、なんかあれだよね、おじさんっていうと低い声って思われがちだけどさ、うん、別に高い声のおじさんいるんだよな。そうなんだよ、うん、要は全然いるし、あのアルバイトさんに言っておきたいのは、はいはいはい、あの年を取ってるかどうかっていう声って、はいはいはい、要は倍音の多さなんだよね。はいはい、そうだからアルバートさんはねまだ住んでるんだよ、ね、ああ、うん、だからのうちのプロジェクトシャベルのドクさんとかは、はいはい、高い声だけど濁ってるから渋いんだよ。ああ、渋いですね。はあ、なるほど。その辺聞くと分かりやすいかもしれない。はいはいはい、はい、やべえ真面目な話しちゃってるよ。普通に参考になる話でね、だからね、面白い話で声だけ聞くと、はいはいはい、アタナが一番住んでるから一番若く聞こえる。はあ、ね、確かにね、僕はあのアタナさんの年齢、うんうん、なんか同じぐらいかなと思ったら思ったより上で、うんうん、そうだね、うん、おじさん30過ぎてるからね。倍音増やす方法、うん、検索検索
はい。年齢は音の高さより深さ。そうなんだよね。なるほどね。で深さっていうのはやっぱ倍音の多さに比例するから。はい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 。その点アスカさんとかはさ、はあ、あの、はい、音が濁りまくってるから渋く聞こえるんだよね。はあ、はあ、なるほどね。で、アタラは住んでるから若く聞こえるんだよ。まあね、言うてやんちゃボーイみたいなところあるからね、まだまだ。まあね、まだまだ現役ですよ。トイザラスキッズ現役だからね。トイザラス。いや、まさかこんな時間まで放送してると思わなかったよ。本当だよ。9時から何時間だよ。わかんない、4、5時間だよ。ほらまあ、おじさん、はよ寝よって言われてる。おじさん、まだお風呂入ってない。ほら、おじちゃん、はよ寝て。おじさん、アシャさんしたからいいよ、もう。アスタシャン。まあね、アサシャン気持ちいいですからね。まあね。あれだよ、あの、うん、アスカおじさんは、あの、台風に雨降られたから、もう綺麗だよ。ああ、はいはい、大変だ。喋りすぎて喉が痛い。ライブテンションは高かったからね。何ラビットさんがなんか気になること言ってる。何アスカさん渋く聞こえるけど、アバターの影響で声の印象も変わってる。そうそうかな。アバターがちょっと若いのかな。赤いっていうかどうだろう、あのやっぱね黒いからね、一人だけ。黒いは関係。あれでも黒いでしょう。太いんだよね、アバターの印象が。そうそうそう。うん。あのね、おじさんもね、ほっぱり他の2人に比べておじさん細くないって言われたんだよ。そう、細いんだよね。うん、そう、これ結構こうするとね、細いんだよ。そう言うとなんかイメージ通りな感じしますけどね。ね、アタラはそうだけど、俺はね、声よりもアバターの方が、はいはいはい、細いんだよ。ああ、確かに。もうそれはある。いいかもしれん。もっとなんか筋肉質で。ね、筋骨隆々的な感じでもいいかもしれん、うんうん。そういうのがあるよね。そうですね。あれ。何なんかすげえ1時間前ぐらいの話題になるんですけどさ、はいはいはい、あのマシュマロで好きな漫画は何ですかって話したっけ、はい、したよ。どんだけ甘いの話で、おじさん覚えてないかもしれないけどしたよ。したよ。じゃあいいや。ほんと記憶なくなってんな。話をしたよ。推しの VTuber 話したっけ、してない。あ、それはしてないな。していいの、推しの VTuber の話して。じゃあアルバートか。あ、あれじゃん。あれ消してんじゃん。喋ってるやつが光るやつ。おめえが消したんだよ。え、俺消したの？おめえが消したの。おめえ以外消せるやつに。だいぶ前に消えてましたよ。いつ消したんだよ、お前。ふざけんな。知らねえよ。さあ、知らねえよ。うるせえ、知らねえ。ほんとね。僕はちゃんとつけてますからね、これ。一応言ってます。どうするじゃあ、ショー、アスター、おじさんの順でいく？何人でもいいって形？